18歳以下の子どもへの10万円の給付をめぐり、岸田総理大臣と公明党の山口代表の自公トップ会談が先ほど行われ、所得制限を年収960万円とすることで合意しました。960万円で所得制限を設けるということで合意をいたしました。対象世帯のほぼ9割が対象になりますので、大きな分断を招かないと。 給付金の対象範囲をめぐっては、自民党が主張する年収960万円の所得制限の導入をめぐり、調整が続いていました。党首会談にはそれぞれ幹事長も同席し、最終的に年収960万円の所得制限を導入することで合意しました。合わせてマイナンバーカード保有者へのポイント付与についても最大で2万円とする方針で合意しています。